あ、了解。あ、よろしいですか？聞こえてますか？はい、聞こえてます。なんかね、官房だか官邸だかの方でのプレス発表で、もともと1時ごろに、目標まで行くよというふうに聞いてたもんで、1時ごろまでに終わるよって言っちゃいそうなんだけど、今の話だと、このぐらいまでかかって満水にしますっていうことだから、その数字をエイヤで計算してこんなもんって言ってあげないと、なんとなくこのままだと1時に圧力容器満水になりますっていうふうにプレスで喋ってしまいそうな勢いらしいんです。正しい数字は、逆に、いや、逆に助けてほしいんですけれども、1時っていうのはどっから、多分力出てるんですよね。1時っていうのはね、多分官邸の中でいろいろ竹黒さんが話をしてる中で、出てきた目安みたいな数字なんだと思います。タフのつもりで言ってたのかもしれな い,、ね、ないね。あ、満水って言ってたんだって。あ、そうな、じゃあ違うな。満水が1時っていう風にぐらいじゃないかって話してたのが頭の中に残ってるらしい。そうすると満水何時頃とかわかります？あ、もしもし。いや、先ほども言ったように、どっちで行くかっていうのも明確にはまだ水系が生きてないから決めきれてなくて、ただルール上っていうか、約束事としては弁当操作が必要、されるような時はこうしろとか、CCS とかシャットダウンクーリングの復旧の見込みがない場合は、麻酔にするとか。はいはい、はい、あ、はいはいじゃん、はい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 、あ、もしもし、正確に決めるのは難しいんだったら、釜を麻酔にするのに必要な容量に対して今1ユーベぐらいで入れてるから所要時間何時間で何日とか、そのぐらいの感じでもいいんですけど。すみません、これはサプレッションテーマの電光板が上がり始めた。ああ、はい、はいはい、なるほど、はい、あ、了解了解。満水になるのね、みんな待ってんだって。はい、官房とか、官房、うん、そう、大臣官房とか官邸とかで。はい、ちょっと待ってください。だからエイヤとこんなもんですって。今も言ってるけど、今の水位が完璧にいくらか分かんないから何時というのは言えないんですよ、はい、だから今のやつがマイナス170を前提として何トンで満水かということをざっくり出して、はい、60トンパーアワーで割るというのをちょっと出してみますから、そういう前提でいいと思います。はい、